ということでですね、今回何がしたいんだっていうとね、はい、ロンリマンというアプリがあります。今回ね、ロンリの、お話の、番外編というかですね、基本的に私のロンリのお話はこんな感じ、横道にそれ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 っていきながらですね、ロンリってこんな感じなのねってのをやっていくっていうもんなんでね、その中の一つでと思っていただければと思います。さあ、いろいろ見てみましょうか。いっぱいありますね、なんかね、議題がね。これをなんかやっていくんですって。キノコの山よりタケノコの里の方が美味しいんだって。これさ、ゲームとしてやるんじゃなくてさ、もう動画としてこう出すの面白そうですよね。僕が意見を言うとかさ、それでコメントでさ、いやそんなことはないんだとかさ、いやそれに賛成だっていうのをやってみたいですよね。で、はい、タケノコの里の方が美味しい？なるほど、君の主張を聞こう。なぜだい？なんででしょうね。キノコの方がチョコが多いだろう。なんでタケノコの里が美味しいのにチョコの多さで言ってんだ。タケノコの里の方が美味しかったらタケノコの里の方がチョコが多いんじゃないか。でもチョコだが多かったら美味しいだけでもねえか。次、そもそも売り上げがタケノコの勝利をもと物語ってる。売り上げ知らんけどね。売り上げがもし勝ってるんだったら、まあそうだろうね。首が折れた時がある。まあどうだろう、売り上げが証明されていないから、タケノコの里の方が高いっていう証明されていない分、まあ選択肢にあるってことはもう一つの証明かもしれないんだけど、ただ首が折れた時あるよね、キノコってね。よくないよね。その場合タケノコの里の方が品質が一定であるから美味しいだろうね。じゃあこっちにしよう。首が折れてるからね。それがどうしたって言うんだい。来たね、それがどうしたと言うんだい。具体的に発、具体的にね、なぜそうなのか。はい、一番上、ビスケットだけじゃなくて、キノコ派の主張の脆弱性も暗示してるね。首の折れるようなキノコの山を食ってるやつの言うことはの論理も破綻してるんだと、言ってることもおかしいんだと。こんなわけないですよね。そんなわけはない。はい、二つ目、真ん中、子供が飢えてしまう。首が折れていると、なんだっけ、首が折れているとキノコを見るとキノコが、子供が飢えてしまうと。だからタケノコの里の方が美味しい。そうはならんだろ。怯えるからといって、まあなるかでもギリギリ、怯えると美味しく食えないからな、キノコの山は。でもタケノコの里は首が折れないから子供が怯えずに美味しく食えると。どうだ。下、三つ目、これが人間だとしたら、人間だとしたら残虐な殺人事件だ。人間だとしたら残虐な殺人事件かもしれないんだけども、これはお菓子であるし、殺人事件であるからといって美味しいか美味しくないかという議論にはならない。よって真ん中、子供が怯えてしまう。いきましょうかね。さあ、なんだ、はい、子供が怯えることとタケノコの里の美味しさどう関係するんだい。さあ、どう説明するかな。上、関係しない。さあ、関係しないなら言うなよって終わっちゃうから。じゃあ消去法で一番下ですよね。怯えた子供はお菓子を美味しく食べることはできない。私もそう思います。じゃあこうしよう。来た。お、なんか進んできたよ。君の主張はタケノコの里はキノコの山より美味しいだった。誰が食べるか仮定してない。確かに、確かにね。一番上、食べるものは全ての人間を想定する。下、ここで食べるものは子供を仮定しよう。なんだろうね。例えばさ、最初の頃に仮定しないわけよ。誰がどうだって話は仮定しないのね。でいきなりここで仮定するっていうのは良くないかもしれない。で仮に子供だと仮定して、それでタケノコの里の方が美味しいよねっていう理屈になったとして、じゃあ他の人たちはどうなの、考えてないじゃん。他の人はどう思うかっていうことを考えてないから、これは、部分的な議論だよねってなっちゃうわけだよね。だから僕はね、一番下のね、選択肢はないんじゃないかと思う。じゃあ上はっていうと、食べるものは全ての人間を想定すると。じゃあなんで子供の話出すんだよってなるんだよね。これもこれ突っかかってる気がする。なんか積んだ気がする。だけど例えば全ての人間を想定しますと、でその中の子供が食えませんとなる。たら例えばじゃあキノコとタケノコどっちも拮抗してる、同じぐらい好きな人がいたとして、勝負がつかないんだけど、ただ子供が怯えるか怯えないかという観点で差が出て、結果的にタケノコさんの方が美味しく食えるというふうに結論付けられるので、全ての人間を想定しても子供の人気の差でタケノコの里が勝つ、よってタケノコの里の方が美味しく食えるという結論にはなるかもしれない。私は一番選びます、上。そんなことできるはずがない。全ての人間を想定することができるはずがないっていうのかい。なんだそれ。上ね、いや不可能ではない、頑張るって言うんですよ。頑張る、頑張るってなんかこう理屈がねえな。なんかな、不可能なのないが分かる。不可能なことが、不可能なことが
ないという証明もできない、難しいか、下意味をした。それを仮説的な条件として設定する。キノコの山もタケノコの里も全ての人間が美味しさを認めて、続きは、ね、続きはこれ、これ続きはこれ、何これ、何これ、仮説的な条件として設定する。ああ、全ての人間がを想定するという仮説で考えようって。そうだよね、これじゃね、下じゃね、うん、ああ続きね。キノコの山もタケノコの里も全ての人間が美味しさを認めているという仮説的条件は、うん、しかしここで子供だけがキノコの山の惨劇を見てもはや美味しいと感じられなくなったとする、うん、これは私わかるよ。だとしたらどうだというんだい。この条件で全体を考えるとすると、ここでタケノコの里を美味しいと思う人間は 100% で、キノコの山を美味しいと感じる人間はそこから子供の割合を引いてた分だけタケノコの葉が多いのは明らかだ。さあ論破できるか。お、結構いい感じじゃない、わかりますよね。キノコの山も確かに、うん、なんだろうな、美味しいんだけど、子供が 10% いたとして、その 10% のうちキノコの山がぶっ壊れてて怯える人がいると。だから 10% からのうちの子供のね、 いるね、全体の 10% のうちの、まあ、5% ぐらいが嫌いだとなると、美味しいと思ったら 95% になるわけよ。タケノコの里には勝てないね。どうよこれ、なんだと。いや、キノコが一番だ、キノコ、うわー、はい、論破。こういう感じなんですね。あ、素晴らしいゲームですね。はい、ちょっと待ってね、っていう感じだ。でね、 YouTube の動画っていうのはなんかね、5分とか10分になるとね、みんな見ないらしいです。10分で終わらします。はい、今何分やったか分かんないけど。で、僕はね、タケノコの里の葉ですね。理由はね、理由はね、もちろんキノコの山が折れるっていうのはあるんだけど、まあこの議論ではそれされてるから、まあ、置いとくとして、あのタケノコの里の方はね、バランスがいいんですよ、食べた時の。っていうのは、さ、キノコの山っていうのはチョコレートの部分とビスケットの部分って分離してるわけですよ。まあ持ち手の部分があってね、うん、でだけど口に入れた瞬間にチョコレートの山になってる部分と、あの柄の部分っていうんですかね、持ち手のビスケットの部分が分離してるんだよ。だから噛んだ瞬間はチョコレートの味、ビスケットの味、それぞれしかしないね。だけどタケノコの里の場合はチョコとビスケットが一緒に混じってるわけ状態なんですよね、よりキノコの山よりも。だから入れた瞬間にチョコレートとビスケットが混じった味がするわけですよ。うん、何が言いたいかっていうと、キノコの山の場合はチョコとビスケットが分離してるわけだから、じゃあチョコレートを食べた後にビスケット食えばいいじゃんって、それでいいじゃんって。でタケノコの里はそうじゃなくて、もともとチョコとビスケットが一緒になって食べる状態だから、タケノコの里ならではのチョコとビスケットが混じった味が堪能できるわけよ。キノコの山、まあ、もう一回言うけど、キノコの山はチョコとビスケットが分かれてるから、じゃあそれでさ、チョコレートを先に食って、その後ビスケットを食ったのと何か違うんです、何か変わら、うん、違うんですかっていうふうに私は思える。だからタケノコの里の方が美味しいと思うっていう考え方です。皆さんはどう思うでしょうか。じゃあ終わり。だったらね。